お通りに到着いたした。さあ、この旅は徳川美術館に入る。どっち口から出たらいいんじゃっけな。この記憶を頼り歩いてみるとどうなるかな。勘で前美術館に行ったことあるんですけど、その記憶は確かかと当てにならなさそう。いつもの僕だったらね、多分ね、これずっとまっすぐ行くと大通りに行きますので、そこをね、こっち行くんですよね。前はね、そういう風に行きましたね。この表紙が出てきたということは近いって言われるんですか、長尾先生。はい、珍しく、はい、道が合っておる。そうです。到着。徳川園。久しぶりに来た。あ、なんかやっと。王道に来たぞね。面白くない。いや。なんか徳川園ってどんなんだったっけなと思って、いただいたパンフレットを拝見したところによると、尾張藩の二大藩主の光友が隠居所として大曽根屋敷。なんかそうじゃなくて、なんかさっきのおおーっていうのとかが欲しかった。そうか、そうだったんや。いや今日は勉強になったな。人を見ると餌付けされてるのでかわいそう。こっからの眺めええわな、これが全部自分の家だったらどうだろう。全部自分の家だったら自分の家だったら三つ友の家ではあったんだけどな。あー、でも言われてみれば、さようですな。すげー消毒。これ名古屋城の茶亭で流れておる曲と同じじゃ。開幕見聞の中で同じものを思ったんですよ。カジバオリなのね。なるほど、カジバオリの一部なんだ。なるほど。いや、一晩っていう言い方があるから、そういうことなのかもしれないね。多分こういう家事装束の前にかけるのは、ハッピエの方に香りの方はないんですけど、その前掛けの方しかないんです。あ、それが貝の毛文書の中にあったの。あ、の中にあった。そうそう。あ、じゃから反応しとったんですよ。あんまり縁起のいいあれじゃないよな。鎧じゃないよな。関ヶ原で遅れた時の鎧。杉ヶ原にこれ飾り付けなかったわけやん、ヒゲタが。あまり鎧じゃない。すごい。さらに財名がそうそうそう。すごいな。どうですか。抜いてみてください。いや、私はこれ持っとるんじゃけど。持っとるんだ。
を見て、その資料を抜いて、でそれをこうなんか原稿にして写真載っければ原稿になるやん。あの読売新聞のほら忍び閣でござる。ああ論文には、論文にはならないけどね。できたと、うん、そうそういうこと。なるほど。それはすごくいいね。そっか、今日は多分良かったな。え、県どこで行ったっけ。これね、ココイチにね、もうすっごい、もうココイチのカレーばっかり食ってる時、そういう時ありました、ね。頭の中がココイチのカレーだけになってた時が。登山荘に今から行きたいと思うんですけど、登山荘、うん、登山荘な、入ったら案外値段が高いかもしれない、うん、結構立派なところなんじゃない。そうですか、うん、で、なんかすごい高いものしかなかったら、あ、間違えましたって言って出ようかと思うあ、入ったらとんでもないことになるならないね、恐怖の表情じゃあ入るか、数がよろしいか、あ、貸し切りで入れませんでした、はい、それでそれが、はい、え、こたびの戦利品、あ、こたびの戦利品はトドラ美術館のガイドブックです、はい、父も母も四日市の出身なので、四日市の近くの名古屋にはよく遊びに行ってまして、徳川美術館多分行ってたと思いますね。で、なんかね、絵はがきとかね、なんかそんなに買ってたと思います。で、展示はね、すごいいろんなものがあってね、なんか見てるだけですっごい疲れた。もう年なんですね、もうなんとね、凝視できない、焦点が合わない、見てるだけで疲れるということで、もうこれは図録を買って家で寝っ転がりながら、なんか解説とか写真とか見て勉強するしかないな、そんな感じでした、はい。まあ学生にはね、本物見なさいとかつって、博物館行きなさいとかつって言ってんだけど、ご本人はこの手たらくはい、いうことなんで、あ、もうね、今図録はね、結構ね、写真もすごく良くって、解説もしっかりしてて、いいものいっぱい出てますんで、ね、ぜひね、博物館に行ったらね、まあ1500円か2000円、3000円、まあ3000円したら2000円ぐらいだよね、行ってもね、いうものはありますんで、そういうのを見て復習するっていうことで理解を深めていただければと思います。はい、以上です。チャンネル登録、チャンネル登録、林彪的社会進，Let's get it。